はいどうもこんにちは、ケンサムです。さあ今回はですね、おすすめのパン食べ歩き第2弾いきたいと思います。大好きなお店からいきたいと思います。こちらです。こちらのお店、パンどころベーグルのお店なんですよ。熊本で数少ないベーグルが美味しいお店としても、もうはい、じゃあ店内行きましょうかね。ここちょっと見ていただきたいのはこの可愛さ、めちゃくちゃ可愛くないですか。右にね、こう焼き菓子とかがあってですね、注目はここです。この下のベーグルたち、ここですね、あのリアルに結構午前中で人気のやつはなくなるんですよ、本当にね。で、シーズンごとにというか季節ごとにね、限定品が出たりするんですけど、まあ、定番のね、この辺のチーズとかブルーベリーとかね、ミルクティー、これホワイトチョコ、アールグレーが入ってるやつとかですね、ありまして、あとチョコナッツも美味しいですよ。チョコナッツ、アーモンド、くるみ、カシューナッツが入ってますね、それね。はい、ここのベーグルね、もう大好き。この辺のパンもおすすめでございます。はいはい、買ってきました。こちらいきますか。はい、丹波の黒豆とマカダミア、響きがいいね、商品名の。これですね、最近あのパンどころの一番人気ということでね、なかなかね買えないんですよ、これ人気で。ここのこのね、これ、あ、うわ、黒豆が出てきた。このさ、ちょっと粘度高めのもちっとした感じを見ていただきたいですね。じゃあいただきます。黒豆がここにもう飛び出してきてます。この真ん中のね、水分を感じるこのじゅわっとした感じが好きでですね、多分黒豆が甘く煮てあるのかな。豆がね甘いんですけど、生地の方はあんまり甘みがないんですよ。だからちょうどいい。でそこにマカダミアが入ってくるから、そのマカダミアのポリポリ感もあってね、すっごい美味しいですこれ。さあ次は必ず僕がパンどころに行った時には買うやつですね。これはもう間違いない、アールグレイのこの茶葉が今もうね、あの生地の中に見えますけど、その中にねホワイトチョコが入ってるんですね。ホワイトチョコとアールグレイの組み合わせ最強ですよ。これも中お見せしますよ。いえ、いや、茶葉がいいですね。この表面のつるっとした感じもいいんだよな、ベーグル特有の。香りが口いっぱいに広がるんですよ。これがアールグレイの本当に華やかなね、なんかもう贅沢な香りとホワイトチョコの甘さ。ホワイトチョコもなんかこうまろやかじゃないですか、角がなくて、だからちょうどいいんですよね。本当この生地はね、本当食べていただきたい。このもちもち感はですね、ベーグルに対するイメージがね変わると思います。僕はもうパンどころのベーグル食べたら。最後いきます。ベーグルといえば僕の中でやっぱね、チョコチップのやつで、これナッツが入ってるからチョコナッツですね、こちら。朝ごはんにもいいし、おやつにもいいね。何だったっけ、カシューナッツとマカダミアとなんかもう一つ入ってたよね。ナッツ好きとチョコ好きはもうぜひこれ買ってください。チョコめちゃくちゃいっぱい入ってるもんこれ。あのパンどころのベーグルはですね、すごいんですよ。めちゃくちゃ手間暇かけて作られてまして、卵、牛乳、バターだと油類ですねは使ってないんですよ。で、あの塩がアグニの塩が使われてて、このねちょっとした塩気があるんですけど、あの生地の中とかにも使われてるみたいで、あとそう、自家培養酵母っていうね、これレーズンから酵母菌をお店でもうオリジナルで作ってるみたいですよ。すごいでしょ。こんだけ手間暇かかってるから、やっぱりね人気でこう朝からどんどんベーグルがなくなっていくんですけどね。さあ続いてのパン屋さんはここすごいですよ。なんと創業90年という超老舗、新屋敷にやってきております。こちらのお店です。じゃじゃーん、行徳パン。これ駐車場目の前に止めてくださいね。はい、じゃあ店内こんな感じになってますからね、行きますよ。はい、今日ね、今の何時だ、もうお昼過ぎなんですけど、ほとんどなくなってて、結構ね、もう朝から、こちらもね朝7時から開いてます。でも午前中がね一番揃うのかな、結構なくなってますけどね。はい、ここはですね、まず注目ポイントは値段、めちゃくちゃ安いんですよ。一個一個がねだいたいもう100円台ですね。
はい、塩バターパンとかね、ハムと2種のチーズ170円、で人気の牛すじ黒カレーパンは160円ね。はい、もうこれ残り1個ですね。であのピーニャッツクリーム、これあのここね結構動物系の可愛いやつもあってね、これちょっと見て、これめっちゃ可愛くない？超立体的な猫のパン、ご覧ください。こちら人気ナンバーワン、これなんですよ。黒粒あんパン、もう圧倒的にこれが人気ですね。僕は一回朝来たことあるんですけど、もうケースにねあんパンだけが山積みになってるっていうところを見まして、これも毎日めちゃくちゃ個数あの売れるんだと思います。ちなみに粒あんとあのこしあんもあって、これねあの粒あん派の方とこしあん派の方いると思うので、あのどっちも満たしてくれるというね、素晴らしい。あと白あんもありますよ。なんなら3食同時に食べれるやつもありますからね。はい、おすすめです。はい、じゃあやってまいりました、行徳パンの、ちょっとねいろいろあの買ってきましたんでね、これです。これね結構ずっしり重たくてね、中にあんこがいっぱい入ってるんですよ。じゃあいきます。うわー、粒あんパン、黒粒あんパン、うんまっ。これぞあんパンって感じよ。甘さもちょうどいいですね。あんこが美味しいね、やっぱり。結構さ端の方まであんこがねたっぷり入ってるんですよ。行徳パンの秘密兵器いきたいと思います。こちらです。じゃん、出ました。はい、何だったっけ、こっち何だった、ピーニャッツ、ピーニャッツと猫パンのコラボレーション、どうですかこれこれ本当はねもう一個あったらよかったんです。これ人気で、ね、1個しかなくて、だこれ3つあったらさ、ほらね、こういう 3D ね、 3D 猫パンができますからね。いただきます。じゃあピーニャッツからね、これちゃんとほら肉球のとこが再現されてて、そしてちゃんとあのピーナッツの姿も入ってますね。わあ、いい塩気もあるね。ピーニャッツ最高。じゃあ猫パンいきたいと思います。見てこの愛くるしい姿、やばくないこれ。皆さんこんにちは。はい、はい、いただきます。いただきます。うん、うまっ。クリームの味がいいな、懐かしい味ですね。なんか固めのさ、昔ながらのクリームパンのクリームって感じで。こっちがフフ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 フ、カレーパン来ました。このお店の人気って書いてあったんでね、買ってみました。上にサクサク系のやつで、結構カレーがなんか黒いね。お、すごいいいね、コクがありそうな見た目ですねカレーがね。うん、意外とフルーティーな感じだね。甘くて美味しいね。なんかほうれん草カレーかってぐらいに黒いね。うまいよ、甘くてフルーティーでコクがあるね。焼いてあるんでしょうね、焼きカレーパンみたいな感じで、ヘルシーな感じでいいじゃないですか。はい、じゃあ本日最後のおすすめのパン屋さんは東区にやってまいりました。ちょっとここ見てください、このおしゃれなパン屋さん、こちらです。ダルフォルノ、すごい可愛くないですか、庭の感じとか。さあさあ、はい、じゃあ中行きましょう。こんにちは、こんにちは。うわーうわー、もうめっちゃいい香りがする。なんかこの時間はカレーのいい匂いがしますね。うわー、おしゃれでしょう中が。これちょっとね、今もう今日午後に来てるから結構ね売れちゃってて、本当はねこっちのテーブルにもずらっといつもパン並んでるんですけど、今日はこのちょっと片方だけになってますね。ここはですね、ダルフォルノは結構ねハード系まで美味しいです。あとこのクロックムッシュとかも人気ですね。どれどれ、あ、これうまそうやね。スモークサーモンとマッシュポテト、バジル風味、これ絶対うまい。ちょっとパニーニみたいな感じになってますよ。人気ナンバー2これだって、ビスマルク、熊本県産のハムとイタリア産のベーコンだって。うまいねこれは絶対。
でね、ここ中のねカフェブースというかね飲食ブースが非常に良くてね、結構広くて席もいっぱいあるんですよ。ほらこんな感じで本当にねカフェといっても過言ではないぐらい。あとねちょっと注目していただきたいポイントこちらですね。嬉しいのがこのバルミューダがね設置されているというね、焼き直しに定評のあるバルミューダを使ってね焼きたてを味わえるという。はい、じゃあいただきましょう。カフェスペースでねちょっとゆったりしてますよ。はい、まずはじゃあクロックムッシュからいきたいと思います。なんじゃこりゃ、うまっ。ここのさあのホワイトソースというかムッシュがいるところ、ムッシュゾーン見えますか。ここがすっごいふわふわ感があって美味しい。パンがねそして絶妙にサクサクなんですよ。クリスピーな感じ見えますか。これはいいね。でハムがね中にあって、チーズもこれでもかってぐらい上にね溶けてますけどね、めちゃくちゃうまいです。これ次、これ店内入ってね、もうこのタンドリーチキンの香りがすごいいい匂いだったんですけどね、これもう上にこれでもかってぐらいタンドリーチキンがいますね。もう肉ゴロゴロ、チキンのスパイシーな感じがすごい食欲をねかきたてますよ。めっちゃうまい。ちょっとねあのチーズがアクセントに敷いてあってね、香ばしさがあって、ボリュームアップのためのポテトが薄く敷いてあるような気がします。さあダルフォルの3つ目はですねこちらです。明太フランスですね、みんな大好き。ここの上に大葉がドーンと1枚乗ってますね。これ食べやすいようにほら切れ目が入ってるのもいいですね。こういう配慮が嬉しいじゃないですか。うわ中、うわいっぱい、あら明太子惜しみなく入ってますね。まろやかピリリって感じですね。この明太子はあの明太子の風味に負けないぐらいねバゲットの小麦の味がしっかりしてるんで、ちょっとあの表面をカリッと焼いて温めてね食べたら最高ですよ。で、あのここの分かりますか、ちょっとオイリーな感じが、これがいいですね。潤いのある感じが、パサつき皆無。さあというわけで、今回もパン巡りしてまいりました。最後までご視聴いただきありがとうございました。第1弾の動画も概要欄に貼ってますのでね、あのパン好きの方ぜひチェックしてみてください。その他あのラーメンとかですねうどんとかいろいろあげてますので、そちらもぜひチェックしてみてください。それではまた次回お会いしましょう。さよなら。